調理師とは、調理師法に基づき調理師名簿に氏名が登録公示され、栄養及び衛生に関して調理したるに必要な知識及び日本料理、西洋料理、中国料理のいずれかの技能を習得した有資格者を指す。調理師は、食品の調理技術の合理的な発達を図り、もって国民の食生活の向上に資することを目的と、するための日本独自の国家資格であり、 調理手法に基づき都道府県知事が行う調理師試験に合格し、各都道府県の調理師名簿に登録されたものを調理師と呼ぶ名称独占資格である。ただし、業務独占資格ではないため、調理師免許を受けていなくとも業務として調理することは可能である。なお、名称独占資格であることから調理師でないものが、 調理師と称すると、罰金30万円以下の刑に処される。このため、飲食業などで調理人を指す言葉として、調理師という表記が用いられることがある。調理師の資格試験において、試験科目は、食文化内論、衛生法規栄養学、食品学、公衆衛生学、食品衛生学、調理理論の7科目となる。 受験においては中学校卒業などの基礎資格及び2年以上の実務経験が必要である。試験に合格し登録されると調理師資格証が交付される。資格の効力そのものは都道府県の調理師名簿に名前が登録されることで発行する。調理師試験の合格者以外にも学校教育法第57条に規定するもので厚生労働大臣が指定した。 調理師養成施設を卒業した者には、無試験で調理師が与えられる。これは試験合格によらず、名簿に登録される資格を有するということだが、登録申請は養成施設の終了時に一括して行うことが多い。ただし申請するか否かは終了生次第である。調理師または栄養士、管理栄養士等の資格があれば、各都道府県の条例により養成講習を受けることなく、 飲食業を営むために必要な食品衛生責任者となることができる。地方自治体の食品営業許可を取得している。飲食店には食品衛生責任者が必ず、一人は必要である。もしその飲食店が食中毒患者を出した場合、保健所長により飲食店は営業停止を命ぜられる。またその際に、都道府県知事により、 食品衛生責任者たる調理師の資格を取り消される場合がある。調理師資格の取り消しを受けると、確定の日から1年間は、結核期間となり、その間、資格を受けることができない。この場合、資格が取り消されるだけであり、試験の合格まで消されるわけではない。よって、再度調理師試験を受ける必要はなく、期間満了後に再申請すればよい。前日の通り、調理師は、 名称独占資格であるが、調理師にのみ可能な業務は存在せず、また飲食店を開業する際に必要とされるのは、食品衛生責任者の専任のみで調理師を配置する必要はない。病院など一定以上の規模を持つ給食施設で、設置を推奨されているのは、栄養士あるいは管理栄養士で、実際はこれら資格者がいなくても、混てを 毎月医師に提出してチェックしてもらうだけでよい。調理師は栄養士の必要がない規模の給食施設、飲食店において設置するよう努めなくてはならないという努力義務規定が存在するだけなので、調理師にのみ許された実務上の権利は調理師を名乗れることのみとなる。調理師は各都道府県にある調理師会の正会員に入会することができるが、入会は任意であり、 機械院だからといって資格が停止、執行するわけではない。基礎資格のいずれか一つを有し、以下に定める調理業務経験を有する、物原則として、年一回、各都道府県ごとに行われる。しかし、調理師の資質向上、機械公平の観点から、試験日程、試験問題の統一が議論されるようになり、下記の府県については試験実施機関に委託。 あるいは広域連合にて実施されるようになった。今後、全国統一日程、同一問題となる見込み。令和元年東日本台風の影響東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、山梨県、岐阜県、愛知県における試験を中止、12月22日に再試験を行うこととした。なお、調理資格に類するものとして、 公益社団法人調理技術技能センターの実施する調理技術技能評価試験合格者に対する専門調理師、調理技能士がある。専門調理師、調理技能士は受験資格として調理師資格を持った上で一定期間の実務経験を要するため調理師資格を一度は取得しなければならない。また、フグを調理する場合にはフグ調理師が船舶の食堂施設においては 船舶料理士の資格が必要となる。他にもパンや菓子などを作る生花衛生士などがあり、また特定の食品、食材、飲料品について各種の民間資格や認定制度がある。ありがとうございます。